年臣や愛子内親王殿下に関してはこういった話がよく言われるわけですよ。将来の天皇悠仁君に人気のある愛子様が遠慮されているのではないかと節々感じます。天皇家って本当にお優しいです。秋篠宮家にも気を使われている。例えばインドネシアにおいて陛下がお土産話を秋篠宮に持って帰ろうとされてまして、秋篠宮兄上様の大嬢さんに関してであったり頑張って足を引っ張ろうとしてるんですよ。それにもかかわらず気にもされずに秋篠宮に気を使われてるんです。でも秋篠宮はずうずうしくそれに甘えて悠仁君の、公務や日程を、年臣愛子内親王殿下にぶつけてくるんですよ。わざとにしか見えないんですけども、それはいかがなものかなと思うし、どっちが主役か人気があるか国民から支持されているかっていうのを秋篠宮は強く認識するべきである。まるでスターみたいに振る舞う行為はやめるべきだと思います。白目記事やめてください。白目記事というのはね、佳子さまが最近またブランドが売れてるらしいですよ、そんなどっから持ってきたかわからない話をですねしてきたりくだらないんですよ。そんな人気ないですよ。30間近なんですから、中身に勝負していこう、勝負する中身もこれ残念ながら伴ってないのかもしれませんけども、制度的に悠仁君が天皇になることが決まっているのに、その一方で国民の、愛子天皇待望論が未だに根強い。決まってないですよ、悠仁君が天皇になることは。そもそもそれが確定であろうが、無理なもんは無理ですから。なおかつ、憲法一条の言葉をお忘れか。天皇というものは国民の総意によって成り立つわけです。総意がないので成り立ってないです。以上、終わりです。皇室典範は憲法の解放に過ぎないわけです。憲法の方が偉いわけです。じゃあ一条を優先しましょう。じゃあ国民投票すればいいじゃないですか。総意を取る方法ですよね、民主主義における。つまり多数決ですよ。もう多数決取れてるじゃないですか。女性天皇票何パーセントですか。8割超えてるじゃないですか。朝日のアンケートありましたけども、秋信によって荒らされたわけですけど、それでも勝ってますからね。3割ぐらいしか取れてないわけですよ。秋信がかなり動員かけてたと思うんですけども、それでも3割しかいってない。皇室にとって不安定な状態が続いている。そんな中でお二人がお姿を見せなくなったのは何が原因なんだろうかと。ある皇室記者によれば、愛子様の成年会見があまりにも立派すぎたために、悠仁君の評価が相対的に下がったと。あまりにも差があります。これはそれをさらに増幅させているのが、受賞した悠仁君の作文をめぐる困難である。盗作をしたり統合したら集積できない約束なんです。間違ってしまいましたから賞を取り消してくださいと申していればそれで終わった話なんです。それを修正した上に受賞作品をホームページに載せたんですから、国民感情とは相入れませんよ。そんなことをするからどうしても愛子様と比較されるんですよ。厳しいお言葉です。日韓検定はいいですね。こういう感じで書いてもらわないと。現在悠仁君は高校1年生である。多感で繊細な思春期の真っ盛りである。年臣は愛子内親王殿下の高校1年生は高校1年生はないレベルでしたよ。大人としてもものすごいレベルでしたよ。5歳の年齢差があるとはいえ、愛子様が称賛されて悠仁君に批判ばかり集まれば、やっぱり自分はダメなんじゃないかと自己評価が低くなって自己否定になりかねない。それであればまた救いようがあるんですけども、そうはならないと思います。一歩間違えば自信を喪失するだろう。そんな生ぬるい話もなさそうな気がしますけど、そんなことになれば悠仁君が深く傷つくのはもちろん、退避される愛子様も気づくはずである。愛子様が外に出かけないのは、そんな辛抱遠慮があるんではないだろうか。外圧で遠慮させようとしている力も小皿みたいなところからかかってるのかもしれませんね。一方の悠仁君も世間から比較されることを避けているかもしれません。比較されることというか対抗してますよね、勝手に。先日秋篠宮ご夫妻は琉球展に行かれた。上皇ご夫妻の影響で秋篠宮様は子供たちが小さい頃から戦争や沖縄に関わる展示会があればよく連れて行かれたが、この琉球展には悠仁君も佳子様もお姿は なかった。天皇皇后両陛下もご覧になっていますが、この時も愛子様のお姿はなかった。意外である。悠仁君はバドミントン部に入っているので部活があるからという言い訳は成り立つが、愛子様にはないと。両家ともかなりナーバスになっているのかもしれません。これは失礼な書き方ですね。考えてみれば、悠仁君が受賞した作文の問題も悠仁君自身がどう考えていたのか別にして、親である秋篠宮様の方からどうして賞の取り消しの要請をしなかったんだろうと。いえいえ、あれは秋篠宮の判断ではなく、おそらく紀子様の判断でしょう。秋篠宮家で主導権を握っているのは紀子様ですから。紀子様って悠仁君だと思いますけど。
じゃあ一緒になってやってると思いますよ。と聞いたが、ちょっとしたミスとはいえ、いくつも積み重ねれば、悠仁くんの成長に悪影響を与えかねない。遠慮を強いられてきたとこもあるんですよ。それにズーズーしく秋篠宮は割り込んでくるわけです。愛子様が延期、伊勢神宮参拝、悠仁くんが先に実現、これこそ、そういったもう特徴の表れじゃないですかと。そんな天皇家が、とうとう素晴らしい、重大デビューがあると。速報、愛子様が宮中ランチデビュー。なんと国際親善デビューですよ。9日にケニア大統領夫妻招いた昼食会、宮中ランチデビューです。ものすごく嬉しいですよね。このお姿見れるんですよ。しかもこれが速報で入っているのが FNN プライムオンライン見直しましたよ。求めているのはそういう報道なんですよ。秋篠宮の報道いらないんです。ニーズがないんですか、やめましょう。天皇皇后両陛下の長女愛子様が9日に行われる外国の要人を招いた昼食会に初めて出席されることになった。これは嬉しい、大大朗報です。宮内庁によると9日両陛下がケニアの大統領夫妻を招いて宮殿で行われる昼食会に長女の愛子様も同席される。これが映像で見れるんですよ、おそらくね。ちゃんとやってくれるんですよね。以前のキルギスもベトナムも宮中の様子は映し出されてたわけです。映像で見れてよかったんですけども、そして秋篠宮が偽造してる、紀子様が空と喋ってる映像はよく見て取れたんですけども、この映像に敏宮愛子様が出られるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですね。とうとうこの日が来たか、やっぱり暗い世の中でしたから嬉しいことじゃないですか。愛子様が宮中での食事を伴う行事にですね、出席されるのは今回が初めて。感染対策のため昼食会は人数を絞る形で行われていて、当初秋篠宮ご夫妻が同席の予定だったが、ちょっと気になる話があるんですけど、紀子様は胃腸の不調により控えられていることになって愛子様が出席されるという。おかしいですね、胃腸はもう治ってたんじゃないんですか。ちょっと深読みするならば、単純に僕の妄想なんですけど、違う理由じゃないですか。集英社オンラインであります。紀子様はその後11日は天皇皇后両陛下が人文科学、社会科学、自然科学の分野の第一人者からの説明をお聞きになる講書始めの儀にご臨席、19日の歌会始めにも出席された。18日は総裁を務められる恩師財団母子愛育会のご活動の視察で埼玉県まで お出ましになって、母子愛育会が運営する子育てサロンや高齢者の健康をサポートする取り組みをご覧になって、埼玉県知事らと同じメニューの昼食も召し上がられたと。普通の食事を取れないと日本のメディアが報道してたわけです。海外まで報道してましたけどね。それにもかかわらず普通の飯食ってるわけです。批判されますよ。こっちなんですか、かまってちゃうんですか。 SNS を中心に頑張ってますアピールとか、体調不良なら休んでくださいねなど、逆に大炎上していると。紀子様の意に反した展開となった。これを読めてなかったら相当やばいですけどね。そうなの分かってるじゃん、あんたらの行動は。体調不良を理由とされていましたが、皇族方が行事を欠席される際、このように前もって発表するのはイレギュラーなんです。生真面目な紀子様は宮中祭祀を欠席した時の批判をかわすために先手を打たれたのかもしれませんと。もしかしてずる休みっすか。10日に隣の病院で内視鏡検査を受けられましたが、異常な所見は見受けられませんでした。不調の原因が全く分からなくて、まあ、言われてる話としては、まあ、更年期障害か、仮病か、単純に多いかなっていう感じですけど。で、ストレスで胃腸の動きが悪いとのことでした。おかしいな。じゃあ治ってるじゃないですか。最初から設定な気はしますけども、もっと心配してもらいたかったと。散々書かれてましたよね。週刊誌のおもちゃにされたわけですけど、もうその設定、行方不明だと。観測比喩的な意味だったと思ってたんですけど、持ち出してきましたよ。当初秋篠宮ご夫妻が同席の予定だったが、紀子様は胃腸の不調によって控えられることになった。もうこれは僕の推測ですけども、これ別の理由ならば2パターンあると思いますね。紀子様のずる休み、もしくは紀子様がケニア大統領夫妻から求められてなかった。まあどっちもあれると思っていて、紀子様が出てきたら比較されるんですよ、絶対に。まあそして結果は分かってますよね。天皇家が大絶賛されて、秋篠宮家が大非難されてる。予知できます。目に見えてます。なんかどんな動画を僕が撮るのかっていうのは目に見えてるんですよね。また明確なダメージを。
紀子さまが追うわけです。ケニア大統領夫妻という超重要な国際親善になりますから、年上愛子内親王殿下がね、大注目されるのが明らかなんですよ。使命いっぱい年上愛子内親王殿下になると思います。だから明確に差が見えてしまうわけですよ。一方秋篠宮は点点点みたいになると思うんですね。それもちょっと嫌だから、紀子さまはコンプレックス強いと思いますから避けられたのかもしれませんし、当然ながら年上愛子内親王殿下だけではなくて天皇皇后両陛下もいらっしゃいますので、まあ、勝てるはずがないですよ、土俵にも立ててないですから、まあ、ものすごく悪目立ちすると思うんですよ、まあ、ですから避けられたのかもしれないし、まあ、そもそもケニア大統領夫妻が紀子様を求めてなかったのかなとかも思ったりしますね。そんな雰囲気はありますけどね。海外から求められてる感じがないのって分かりませんけども、 NG が出されたのかもしれませんし、一応理由に使ってるのが不自然だなって思うんですよ。コメントですね、紀子様大変そうですね、もうご無理なさらずに愛子様に皇室の未来を託した方が健やかな気がいたしますよ。愛子様はご卒業を控えて美しくしなやかな女性になられてと、紀子様が体調を崩されているのも、ね、年上愛子内親王殿下がこれから活動されていくことが影響してるのかもしれませんよ。そうなると明らかに秋篠宮家はもっともっと沈んでいきますから、愛子様がいよいよ国際親善の公務に参加されるんですねと。語学堪能でコミュニケーション能力が高い愛子様なら素敵な昼食会を過ごされることでしょう。当日の映像記事を楽しみにしています。めっちゃ楽しみなんですけど、出たらすぐ見ます。卒論を提出し就職の内定も決まっていますものねと。やっと自由になれる時間を手に入れられたと思いますが、早速外交デビューと頭が下がりますと。めっちゃ嬉しいですよね、普通にね。これからこんなことがいっぱい起こるんですよ。ケニア大統領夫妻だけにとどまらず、天皇皇后両陛下が英国に行かれるときに年宮愛子内親王殿下も一緒に行かれる可能性もある。要人が来られた場合、年宮愛子内親王殿下が対応されたりするかもしれない。その映像とかニュースがこれからどんどん流れ出すわけですよ。そんな嬉しいことあります？これぐらいしておきましょうか。ちょっとテンション上がってます。純粋な気持ちになってきました。ものすごく嬉しい。以上です。ワクワクしますね。それでは皆様ご一緒に近しお疲れ様でした。ありがとうございました。何回も言ってあれなんですけど、超楽しいです。じゃあ近しバイバイ。